村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか？方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか？茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。帰ったという侍はあなたか？方針はおるか？方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか？お主ら下がっておれ。無事か？怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きのクスシゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。